どうも皆さんこんにちは、チャクマツです。本日はですね、プリンスホテルポイント終了のお知らせということで、悲しいニュースがね飛び込んできましたので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、先日ですねプリンスホテルからですね発表がありまして、今回ね発表された内容なんですけども、まあこういった感じでですね、プレスリリース的なものがね発表されてですね、お会計時にですねアプリよりクレジット決済開始ということで、こちら大きくね記載がされているんですけども、下の方にですねプリンスホテルのね利用先縮小のお知らせっていう感じで記載がありまして、今まではですねこのプリンスホテルポイントっていうのはですね、宿泊券だったり食事券だったり、まあ、スキー場のねリフト券とかね、まあ、結構数多くのものにね交換することができて、まあ、中でもですねプリンスホテルポイントっていうのはプリンスホテルのね宿泊で利用していただくと非常にねお得に利用することができるねポイントプログラムだったんですけども、今後ですねこのプリンスホテルポイントっていうのはですね、宿泊券とか食事券とかねこういったものに交換できなくなってですね、1ポイント1円でね宿泊費に利用できるみたいなね、そういった感じにですね縮小されるっていうことがですね発表されてしまったんですね。いやね、非常に残念ですね。はい、私もですね最近はねそこまでね利用してないんですけども、ちょっと前まではですねプリンスホテルポイントねポイントサイクルから移行することができますので、プリンス桜タワーであったりパークタワー東京とかね利用させていただいたんですけども、特にねこのパークタワー東京のねクラブフロア特典っていうのが今もうなくなってしまったんですけども、まあ、YouTube ねすごいやり始めた時に止まって、まあ、一応動画ね残ってるんですけども、まあ結構ねあのクオリティが低くて申し訳ない動画なんですけども、すごい良かったんですよね。このクラブフロア特典っていうのがついてると、まあ客室はねすっごい広いわけじゃないんですけども、あのクラブフロア特典ということでラウンジがね利用することができてですね、もうウェルカムシャンパンとかもねいただいて、またねラウンジが本当に東京タワーバッチリね見えるっていった形になりまして、非常に眺望もね良かったんですよね。またねあのプリンスホテルのラウンジはですねクラブフロアね利用する人しか入れなかったりするんで、まあ、利用する方もね結構少なくて非常に良かったんですけども、まあ、こういったね宿泊券に交換してっていうのがですね今後ねできなくなってしまうっていった形になるんですよね。でですね、交換できる期限なんですけども2021年の3月21日っていう風になりまして、これ発表出たのがですね昨日の夕方ぐらいだったと思うんですけども、いやね10日間ぐらいしかないんですよ、もうあの交換できるねあの期限がっていうことなんで、今現在ねプリンスホテルを持っている方はですねまだね21日までポイント交換ねすることができるわけなんですけども、まあ交換しておけばですね1年間ね利用することが有効期限ねありますんで利用することができるわけなんですけども、現時点でですねプリンスホテルをポイント持ってなくてポイントサイトからね最終的に永久不滅ポイントに貯めてプリンスホテルポイントね、こちらの西武プリンスクレジットカードがねあの生存カードなんですけども、こちらがあればね交換することができるわけなんですけども、もうねプリンスホテルにポイントは持ってないとですねもうポイント交換ね間に合わないっていう風になりますんで、ちょっとね発表されてからですね実行されるのがねかなり早かったので、もうねこれから利用するっていうのはねちょっと厳しいんですよね。この永久不滅ポイントからこのプリンスホテルのポイントっていうのは交換するまでね2週間ぐらいかかっちゃいますんで、今日11日で交換できる期限が、3月21日ということで、多分ね間に合わないというふうに思いますので、もうね利用することができないっていった形になるんですよね。いやねこれは本当にね残念ですね。まあ、私のね動画のチャンネルでプリンスホテルね食べられている方、まあ、そこまでいなかったかもしれないんですけども、まあ、ポイントサイトっていうのはですねポイントを貯めてそれで ANA マイル JAL マイルに交換していただければ、まあ、飛行機代はね無料になりますよね。でまああの旅客施設使用料とかは変わりますけども、で宿泊費がやっぱりかかってくるっていうところで、このねプリンスホテルポイントを利用されてる方もね結構いらっしゃったと思いますし、またねお得に利用することができたので使ってる方もねある程度いたんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、まあ、今後はね1ポイント1円でしかねこのプリンスホテルのポイントっていうのは利用することができなくなるっていうふうになりますんで、
まあ個人的にはですね、まあ、プリンスホテルポイントね終了っていった形ですかね。まあ私もねこちらプリンスホテルねクレジットカード保有して、この永久不滅ポイントからですね、このプリンスホテルのポイントをねルートと通すためにこのクレジットカード持ってたわけなんですけれども、まあ、今回のねこの発表を受けてね解約ねしようかなっていうふうに思います。いやー本当にね残念ですね。まああのマリオットとかヒルトンとかねホテル自体はねあのそちら側でねステータス私も持ってますんで、そっちで宿泊することの方がね多いことは多いんですけども、まあ、ポイント交換ルートとしてですね持っておきたいなっていうふうに思うのと、やっぱりねプリンスホテルの強さっていうのはやっぱりプリンスホテルだけあってね、いろんなところにねあるじゃないですか。あのヒルトンとかマリオットとかね、その外資系のホテルがねないところにもプリンスホテルがあったりして、まあ、それをね利用していきたいななんていうふうにね今後思ってたりもしてたんですけども、ちょっと選択肢が減るっていう意味ではですね結構悲しいですね。ということで今回ですねプリンスホテルポイントね終了のお知らせということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、いやね昔はね本当にハワイとかのホテルもねこれポイント交換で行くことができたんですよね。ですんで今後ねまた復活したら、確かね今使えなかったと思うんですけども、今後ねまた復活したらねハワイ行くとき利用したいななんていうふうに思ってたんですけども、残念ながらねこんな感じで終了っていうふうになりましたね。プリンスホテルのポイントね保有されている方は3月21日までにね交換ねしといていただければなと思います。まあ端数とか残ってる分にはねもうしょうがないかなと思うんですけども、あの宿泊券とかにね交換できるものであればですね、それまでにね交換しといていただいて利用ね1年間のね有効期限になりますんで、それまでにね使っていただければなと思います。ということで今回の動画ねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。